はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日はね、旬な話題ってわけでもないんですけども、夏ですからね、ちょっと、D メントのおもちゃでもつまんできましたわっていうところで、僕の思い出日記なんていうね、こういったものプチサンプルシリーズってやつですね。私こういったものね、意外と好きでして、くだらないものなんですけどね、結構購入してしまうね。なんかね、フィギュアに持たせたら面白いんじゃないかと思ってね、まあ、なんかね、死ぬほど持ってんでさ、なんか、死ぬほど持ってんでさって、なんか、よくわかんないものいっぱい持ってますけども、今日はね、ちょっとこの中でも僕の思い出日記っていうのをね、購入してみたので、ちょっと開けてみたいと思います。ガサガサっとね、開けるシーンは、ちょっと片手じゃなかなか難しかったので、何が出たかと言いますと、まあ、何種類あるんですかね、8種類あるのかな。なんかタヌキとか犬とかマッサージチェアとか椅子とか、私ね、このナスビとキュウリが欲しかったんですけどね、この出たのは犬と花火。まあね、まあこのディメントのね、プチサンプルですから、フィギュアスカなんかと絡ませたりなんかして遊ぶと楽しいかななんて思うんですけども、絡ましたことないやっていうね、なんかそんな感じで、ちょっとね、袋開けて中見てみましょうかね。まあ、本当に買っただけでね、満足しちゃって、大体こういったものってね、なんか開けずに、おお、できいいじゃんみたいな感じで、はい、終了みたいな、そんなのが多いんですよね、なんかね。あ、近所すくいね、とかって、これで終わっちゃったりなんかして、なんか、これとフィギュア絡まして、なんか写真撮ったりしようとか思うんですけども、結局、めんどくさいからやんないって。まあ、そういったもんでね、なんかね、もう本当に、ね、こういったものをね、持たせようかと思うんですけども、いやー、こんなフィギュアに持たせたところでなっていうところで、なんかね、なんかやろうと思ってんだけど、全くやった試しがなかったって感じですね。まあでもたまにはね、この、今年の夏、なんか昔プレイステーションなんかのゲームでね、なんか夏休みを題材にしたようなゲームね、やったような気がして、なかなか面白かったかな。なんか微妙な感じの雰囲気が流れるようなゲームやったことがありますけども、最近はゲームも全くやんないですからね。まあ、ちょっとね、袋を開けて中出してみましょうか。はい、最初はですね、こちらの方ですか、僕の思い出日記の新しくできた友達っていうものですかね。犬の出来はまあっていうところですね。なんかね、こうやってクワガタムシとセミの抜け殻と、まあディーメントとしてはどうかな、ちょっと微妙な出来の昆虫採集用の網と虫かご、組み立て要素が結構あるんですね。はい、それとあと花火、僕の思い出、まあ夏休みの最後の思い出作りに花火をしました。これも随分となんか組み立て要素があるみたいですね。なんかね、なんかこの中にちょっと切った貼ったをしなきゃいけないよっていうようなものがあるみたいで、なんかね、まあこの中開くとこういうのは面白いですね。なんかね、犬のプチは子犬の頃から仲良しですとかね、今日は朝から一緒に散歩しました、ノコギリクワガタとセミの抜け殻 を見つけましたとかね、こんなことが書いてありますわ。なんかね、昆虫観察とかなんかそんなようなことが書いてあって、まあね、これをね、フィギュアスカなんかと絡ませて写真撮ろうなんて毎回思うんですけど、合わねえなって全然合わないよね、それはね。こっちの方は随分となんか、花火の先っちょになんかこうやって光をつけたりとか、なんかそういった組み立てをしなきゃいけないわけですね。なんかね、シール貼ったりとか、あ、なんか線香花火の組み立てが全然違いましたね、なんかね、設計図とまあそんなところでね、ちょっと組み立ててみましょうかね。皆さんお待たせしましたって、お待たせしましたって言っても一瞬ですけどね。まあ今回のディーメントは、まあまあ、出来の方は、ちょっとね、いつもに比べると活気がないなっていうね。なんかちょっとあんまり
これもなんかバリかなんかを取らないとね、なんか中でクワガタムシが死んでるみたいになっちゃいました。はい、ということでね、フィギュアーズと絡ましてみたんですけども、わあ、いかんな、なんかね、わけわかんないことになってますけどね、うん、なんかもうそれっぽいフィギュアがなかったもんですからね、この間あの小さいフィギュアーズの構造とかそういったものをね紹介しようかと思って、出してたもんですからね、なんかちょっと大きい仮面ライダーとかウルトラマンのねフィギュアーズはよく紹介されているので、こういった小さい関係のフィギュアーズってなかなかね紹介してくれる動画ないもんですから、やってみようかなと思ってたんですけど、まあこの今回リーメントということで、ちょっとかなり組み立て要素とかがあってね、なんか結構手間取っちゃいましたね。このシール貼んなきゃいけないとかね、うん、こんなところにシール貼ってみたりとか、なんかもういろいろとちょっと面倒くさい工程があったりとか、うん、まあね、あとは、まあ、今回はやっぱり出来が今一つだな、やっぱり、ね、この昆虫採集の網とかがなんか今一つの出来だったりとか、もう犬もなんかテラテラな、うん、なんか普通、うん、食品関係の食材塗料かなんか使ったのかね、なんかねいい感じでなんかカステラみたいな色した犬になってますね。美味しそうな感じがするっていうかね、うん、まあ、あとは花火線香花火ですかね、これはね、うん、あとはこれも花火の表現もいかがなもんかなって感じはするんですけどね、魔法の杖じゃなくて花火持たせてみまして、こちらの手にはチャッカマンって感じでね、ハーマイオニーもこんな使い方されるとは思わなかっただろうっていうか、あの夏の格好じゃないなっていうところでね、はい、そんなところでね、私僕の思い出日記なんかっていうのと、フィギュアーズね絡ませてみようなんて思ってて、まあ結構な数持ってるんですけどね、なんか初めてですねこんなことやって遊んでみたのは、うーん、いやこのナスとキュウリが欲しかったわ私、これねオークションかなんかで落とそうかしらと思って、なんかで今更だな、これ届く頃にはナス終わっちゃってるかもしれないそんなそこまでなんないか、まあそんなところでね、ディーメントの今日はね花火と、昆虫採集セットですか、クワガタムシやらないやっちゃったね、うん、虫取りのカゴとかもまあまあまあね、クワガタムシとか入れてましたけど、まあ結構ごつい作りだな、ちょっとあのフィギュアスと合わせるにはちょっとあの敵の方は今一つかな、うん、セミの抜け殻なんかもまあまあいい感じですけどね、はい、そんなところで、うん、こういった小さい小物関係みたいなものを、ね、こういったね模型は何でも好きなんですよ、こういったね、なんか水の表現が今一つだな、花火とかねこれ差し込めるようにね水の部分を再現しているプラスチックに穴が開いててね、花火とか差し込めるような作りになってる、まあそういったところは面白いかなと思いますけどね、ちょっといろいろと接着しないと後々、うん、めんどくさいことになりそうな気もしますという感じでね、今日はねフィギュアスとちょっと絡ましてみてましたけども、そのうちこのちっちゃいフィギュアスね可動部分がどうのこうのみたいな感じのね、動画なんかも作ってみたいなとは思っています。はい、ということで今日はね僕の思い出日記という、食品プチサンプルシリーズ、食品じゃないですよね、これねプチサンプルシリーズですね、はい、というようなディーメントという会社の私の大好きな会社でございます。まあそんなところで、また何か機会がありましたらねこういったものを紹介していきたいなと思いますわ。はい、そんな感じでね今日はね本当に興味のある人は本当にいないだろうなっていうかね、まあこれはちょっとね飾っててちょっと恥ずかしいのですぐしまいます。はい、そんな感じで失礼します。